今日は天気がいいですね。まあまああったかいなと思いましたけど、今日は 3.11 ですよ。僕は宮城県の南三陸町っていうところで生まれまして、実家があって18からこっちにいるんですけど、 3.11 でね、まあ、南三陸町っていうのは町ごと流された感じなんで、実家残ってるところは、家残ってるところはほぼないんですけど、家もお店やっててお店も流されて、あれからもう13年も経つのかって感じですね。つい昨日のことのようです。まあ、あの時はかなり絶望感ありましたけどね、今はねもうかなり復興したので良かったですけど、じゃあまた LINE 読んできます。ライさん、先日は投稿を取り上げていただきありがとうございました。最近は平塚氏の北朝鮮陰謀論が前面に出ており、 Y 氏の話題が少し影に隠れてしまっていましたが、本日久々に Y 氏の話が出ましたので、私が気になっていたことをお話しします。 Y 氏の件、写真の、何々さん、昨年12月頃までひたすら X にて、詐欺に関する情報を発信してます。僕も見てますけど、知ってます、知ってます。ところが12月以降全く発信しておらず、直近は2月26日ポストしたのみ。何々さんにしてみれば、ようやく Y 氏の悪事が大ピラになる千載一遇のチャンスなわけで、ここぞとばかりに攻撃すると思うんですが、全く反応してないんですよね。あと一緒に被害を訴えてた人も、その〇〇さん嘘つき呼ばわりしているY 氏を擁護していた方も何も発信してない。まあ、止まってるってことね。これっておかしいと思うんですよ。考えられるのは、1、警察に証拠提出などしており、捜査に支障をきたさないように発信を控えておる。2、逆に Y 氏から名誉毀損で訴えられているとね、発信できない。3、実は Y 氏はスポンサーでは何でもない。以上ですが、私は1じゃないかと思っています。ライドさん、いかがでしょうか。長文失礼しました。北朝鮮戦で、伊藤純也さんのプレーを見ながら美味しいお酒飲みたいですね。配信毎日楽しみにしています。これね、X で発信してるこの方っていうね、僕実はこの方が LINE 来てるんですよ。まあ、ストップしてるっていうわけではないんですが、まあ、ただ僕に来た LINE でもそんなに進展なかったんで、伊藤純也の話は知らないって言ってたんですね。別の方行きます。いつもくれる方ね。相変わらず陰謀論多いですね。陰謀論とは別に最初から仕組まれた陰謀論の台本じゃなくて、伊藤純也の周囲でトラブルが起きている、韓国にはメリットがあった、北朝鮮には今からメリットがある、それは伊藤純也一人が欠場とかの話ではなく、日本代表に混乱を与えることができることがメリットあるけどデメリットはない、在日と呼ばれる方が必ずしも全員あっち寄りではなく、ほぼ日本人的な方もいますが、スポンサー企業やテレビ媒体の中には、朝鮮総連携などなどとの関わり合いも強い方もいらっしゃるので、日本代表にデメリットはあるような後押しはあるとは思いますと。こういう陰謀論みたいなことを言ってるのが結構多いってことですね。僕は陰謀論でね、思い出されるのはね、コロナの時にね、三浦春馬くんっているじゃないですか、俳優の、あの人も自殺したんですよね。まあ、結構それに納得できない人たちがいっぱいいたんですよ、ファンの人たちでね。なんで、まあ、亡くなるんだという。まあ、本人が自死を選んだんですから、しょうがないんだけど、でもやっぱ納得できない人たちがいっぱいいて、ネット上で陰謀論がめちゃくちゃあったんですよね、三浦春馬の亡くなったことに対して、あれは自殺じゃないと CIA が仕組んだとわけわかんない話になってたんですよ。 Q アノンとかが流行ったんで、そこら辺に絡めてなんでしょうけど、 CIA の陰謀だとかみたいな感じの、いや三浦春馬が、軍の機密情報を知ってたとかね、わけわかんない話になってるわけですよ。でもういろんな話が出てきたんですよ。それさすがに収集つかなくなって、所属事務所のアミューズがやめてくれみたいな、そういう話はやめろって話になって、アミューズもその陰謀に絡んでるみたいな話とかなったりとかしてね、えらいことになってたんですよね。結局 YouTube でそういうこと発信してる人たちとかは赤バンされるようになったんですよ。ありもしないことばっか広めるっていう、風評被害広めるってことで、何ですかね、何かとやっぱりね、なんかね、不可解なことあるとやっぱ陰謀論って広がりがちだなぁなんていうふうに思ったりするんですけど、で昨日ですね、とても興味深い LINE が来られまして、それちょっと読んでみますね。ライさん、いつも貴重な情報ありがとうございます。ライトさんの配信はとても確信をつく内容だと感心しております。私は弁護士ではありませんが、刑事事件、民事事件の双方を担当した職歴があります。 D スポーツ社の
伊藤純也に対する損害賠償請求が理解できないと言われている方が多いようです。そこで参考になればと思い、リスポンス社が請求している法的な理屈を予測しました。いささか長文になりますが、必要であれば送信いたします。特にライドさんの配信で読んでほしいとかは希望しているわけではありませんが、よろしくお願いします。いや、そう言われたら読みますよ。みんな気になる方が多いので、わざわざいただいたんでね。スポンサー契約が解除された原因は、虚偽告訴。週刊誌掲載にあると言えるでしょう。Dスポーツ社は従業員 X に対する監督責任があり、X に故意、過失による違法行為がある場合には監督者としての責任を負うことになります。まず X の行為には、虚偽告訴、週刊誌掲載に関する故意性は認められないでしょう。X に虚偽告訴、週刊誌掲載に関して、過失責任が認められるためには、虚偽告訴、週刊誌掲載されることが予想できたこと、予測可能性、予見可能性か、と、2、虚偽告訴、週刊誌掲載されることを回避できたこと、回避可能性があることが必要ですと。まあ、要は X に過失を認めるってことですよね。D 社の、主張の趣旨は、X には虚偽告訴、週刊誌掲載に関する故意性はない、A 子が伊藤純也に対して枕営業を仕掛ける可能性を予測できるが、虚偽告訴週刊誌掲載まで事前に予測することはできない。また、A 子が枕営業を仕掛けることについては、遠赤にトレーナーを同席させるなどの措置を講じており、結果的に A 子の枕営業を阻止していることが伺われる。そして、虚偽告訴週刊誌掲載はあくまでも A 子と B 子が行ったものであって、X にこれを阻止することは困難であると思われ、つまり X は予見可能性、回避可能性を、まあ、存在せず、過失責任も発生しないと。で、ここは、まあ、なるほどな、っていう感じはいたします。まあ、その通りですよね。という内容になると予測します。ただし、あくまで私の予想です。あった事案のことじゃないですか。A 子が主張している伊藤純也にやられたっていう、そのことについてですよね。そこに対して、その出来事に関して、その後に発生する、週刊新潮に虚偽告訴をするっていうことは X には、なので、そのセッティングをすることに対して X には、その後そんなことに発展する予見性はなかったということなので、X に対しての、まあ、要は監督責任であったりとか、過失があるとはな、まあ、言えないってことですよね、この話で。その後はね、いろいろと、A 子がやり始めてるんだけど、その後に関しては、X さんも関係ないってことですもんね。その、あくまでも6月の出来事に関してってことですよね。虚偽をしたっていう出来事に関しての話ですもんね。そこでは X は予見はできないって話ですよね。ただし、X の営業行為が本件との発端となることは事実で、トラブル発生の後の X の対応にも若干の問題点があり、虚偽告訴、週刊誌、掲載の一要因になったと判断される可能性はあります。だから結論として、請求が全額認定されるのか、一部減額認定されるのかなど裁判官次第だということになるでしょう。長文失礼しました。ただまあ、Dスポーツがね、本当に請求するかっていう話もありますからね。そもそもね。これなんかフラッシュかなんか載ってた話ですよね。請求するような話が出てるみたいな、かもしれないみたいな話なんで、まあ、普通に考えたらしないでしょうけどね、っていうふうに思いますけど。このトラブル発生後の X の対応に若干の問題があるっていうところに関して言えば、まあ、X はその後の3ヶ月ぐらいから A 子が話を翻してきて、まあ、X にやられたみたいなところから始まった時に、SNS で晒すみたいなことで脅されたんですよね。ってことは予見性はあるっちゃありますよね。そこの場、なら3ヶ月経つとね。ただそれが伊藤純也に話が、発展するかっていうのは多分予測はできてなかったと思う。まさかそんな方向に行くって感じの、こいつ何やらかすかわかんねえよな、この女っていう風な、予測不能だから予見できないってこともありますけどね。予測不能なやり方で進められてきたので、最初は X があんたにやられたんだっていうところ。で、実際には X も別に無理やりやったわけじゃなくて、向こうからフェラされたって話でしょ？ X からすると、ね、X の感覚からすると予見は全部不可能というか、わけわかんない方向に進んでるんだろうなって感じはいたしますけどね。ここからオフレコです。他には話さないでくださいって書いてある部分があって、僕はそっちの方がめちゃくちゃ面白いなっていうところがあったんで。まあただこの方からのいろんなまた観点の話を
ちょっとお聞きしたいなという気持ちがあるので、またぜひ LINE ください。